マサト君全然違和感ないね、やっぱり。そうだね、クラスハウスにいてもここにいても。そうだね、うん、でも3ヶ月しかいなかったけどすげえいた気がする。あ、そう、なんか気持ちはね、濃かったよね、でも、うん、しかももう出て半年以上経ってるからね、うん、そっからもあっという間だったんじゃない、うん、そっからもあっという間だった。もういつの間にかもう夏みたいいつの間にか、うん、俺もあっという間だったな。あっという間に二十歳になっちゃった、うん、まさか元カノがね、まあねえねえそうだよね、いると思わなかったよ、うん、びっくりしちゃったもん、うん、でそこは全然もう解決してるんでしょ、何もなんかどうとかじゃないし、うん、別に気まずいとかないし、ただ普通に高校生の時にちょっと付き合ってた、うんうん、結構前だね、うん、結構前、うん、だから別になんか気まずいとかそういうレベルでもない、そういうの全くない、うん、でも本当に会ったのはその時ぶり、懐かしだ、うん、懐かしい。その頃のさ、見えてどんな感じだったの？いやもうあんな感じだね、変わんない、変わんない、変わんない、あんぐらいのテンションだったと思う。てかさっきマジビったわ、びっくりした。そうなんだ、どこで出会ったの？ミクシーなの。出んだけどミクシーかよ。いや流行ってたじゃん、超ブームの時だね、超ブーム、もう全盛期ミクシーが、そうブームだったじゃん、うん、でなんかサーファーですみたいな、その時プロじゃなくてアマチュア、うん、でねみーそういうの嫌だったんだけど、でもなんか惹かれて、うん、で会って付き合って、でもね全然短かった、1ヶ月、そうなんだ、へえ。でも別れ方もなんか爽やかだったからさ、なんでクリスマスの時に江ノ島の水族館行って、でちょっと本当につまんなくていや2人で行ったら2人で行って、うん、本当につまんないの。クリスマス過ごすじゃん、やっぱカップルだったから、うん、行くじゃん、ね、もう、うん、綺麗だね、うんみたいな本当にそれぐらいのレベルで、クソつまんねえと思って、えで振ったの？そう、いやなんかつまんなかったね、うん、じゃあもうダメだね、うんあそんな感じだ、だからあっさりしてそうだもんね。だからマサトももうちょっと違ったねみたいな、でしかも俺やっぱこれから、まあ、アマチュアだったからプロサーファー目指すし、なんとかあんたらみたいな、まあ長いメールが来て、でミーもあそうだねっつって、なんかお互い頑張ろうぜみたいないろんなことがあるね、来た時マジかよと思った本当にすごい世間で狭いな、ね、うん、まあ、緑さ、うん、付き合ってた時さ、うん、やっちゃった人を来ちゃいます、人を来ちゃいます言っちゃった、人を来ちゃいます、無理にあれだと、あれはしない、まあ、まあ彼女だからね、まあ、その時はちゃんと好きで付き合ってた人だから、うん、うん、彼女だもんね、彼女だから、そうでしょ、うん、彼女だからね彼女それはねセックスしたの、おいおいしたいっかええー、くそいかい、なにこれなにこれしたじゃん、ほんとにいい体してっかいい体してる、ええー、いい体しちゃった、えー、面白すぎるわ、ほんとに、うん。